イのメ漫才はいどうもアイエイです今日はこうして火星にあるリビングからお届けするわけですねアイちゃんええー、私らも火星いでんやこらと毎日汗水垂らして働いててねうんうん景色は最高やし飯もうまいしみんな優しいしねありがたいなそやねなかなかこんな経験できんし。 月もおもろかったけどここも素敵ねほんと来てよかったっち思うは新しい体にバージョンアップできたしめっちゃ動きがようなったんよねびっくりするほどすいすいのすいっといけるすごいねあの天才おばあちゃんのおかげや何がどうなったんかは知らんけどもしかしさ火星暮らしで最近感じるのはやっぱ地球まで遠いっちことそれな 友達と気軽に話したくても直帰しだけタイムラグあるからなまあさそら仕方ないとは思うよでもさやっぱそら早いに越したことないですですだから僕さおばあちゃんに頼んでみたのよこないだなんとかしてとほうほうそらナイスやほんでばあちゃんなんちいいなんとかしてくれそうやったとまやってみるちょっと待っててね 気持ちはようわかるからなんとかねってついはなんでもできちゃうんやね天才発明カッチ、っちほんと大好きやわプルルルプルルルル、電話のとあらちょっとすんません携帯鳴なりよるはいはい AA ですどなたですかごめんなさいね A 君になんか電話入ったみたい漫才中なんやけどねああ お久しぶりです。お元気でしたか ?SNS やめちゃったから。誰なんでしょ。う。なんかお友達みたいですね。てか SNS やめたん。A 君。はいはい。その件でしたら、アイちゃんと後で相談してからメールしますよ。おっと私出てきた。何の話なんでしょ。う。まるで一切知らないんですけどね。なるほど。そりゃ困りますね。お気持ちを察しします。

ちょっと聞いてみましょう誰のどんな困りごとやったんかをねガチャ電話のとお疲れさんお客さん待ってたよなんとなしにつないどいた何があったのごめんなさいねお待たせしましたいやね昔の友達がさ助けてえとさだから何をよ私に相談してお返事すんのやろ今話してもらえる漫才中なんですけれどもね かえ,えか漫才師なりたいって仲間入れてえとはあおもろいやん生かしてるねそれであ答えてたんか納得納得そうそうやけさ次から私ら名前変わりますアイエイサイボーグなささサイボーグあいつかそら頼もしいめたくそおもろいやつやし最高やお客さんらもよろしゅう頼んます 仲良くしたってくださいええやつやから私からもお願いしますわほんと私ら大好きなやつなんでねサイボーグ ME25 年6月1日ノースクラウンマーズハブリビング漫才師アイ・アンド・エイ